さあでは続いてなんでございますけれども、なんとこたび佐田の海関と、殿で、何か余興を準備しておられるように聞いたんですけれども。そうじゃな、みなみな、先ほどわしが申したようにこたびは佐田の海殿だけではなく、伝説の床山床安殿も共に参ってるということで、その床安殿による髷結いの実演をこの場でしていただこうかという取り組みじゃ。髷結いの実演でございますか。さようじゃ。お気になりますね。さあそれでは、こたびは佐田の海関が直々に髷結いのデモンストレーションを見せてくださるという形です。そうですね、私がモデルになって床安さんに大いちょうを言ってもらいます。おお、これはなかなか見ることができないかと思いますけれども。そうじゃな、武士にも力士にもこの髷というものは欠かせん象徴じゃ。それを言う姿をここで皆々見れるということで、ぜひに次回の相撲はこれを見届けていただきたいなと思う次第である。では強くなってまいりましたが、早速お呼び願いますか。床安殿を呼んでまいろう。それでは床安殿よろしくお願いいたせ。さあ皆様拍手でお出迎えくださいませ。足元滑りやすいので気をつけてください。どうぞ真ん中の方までお越しくださいませ。この度はようこそ熊本城へお越しくださりました。自己紹介の方をお願いしてもよいですか。元相撲協会徳山の徳安と申します。今日は皆さんの前で関取の頭を大一応の実演ということで楽しみにしてやってきました。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ちなみに雨ですけど熊本来ていかがでございますか。大丈夫そうですかね。いや、準備の方はもう少しかかりそうですかね。それじゃあ準備に当たってもろうて、その間、この床安殿についてまた皆々にも話してまいりたいのが、床山というものを知っとったもの。床山、知らないものが多いの。力士の髷を言う専門、これを職人としておる者たちのことをこの床山と呼ぶわけじゃな。なんとこれもな、限られたものしかこの床山になることができんという、また格式あるものなんじゃな。さようでございます。そうじゃ。そしてこの階級がたくさん分かれておってな、一番下級が5等から1等、そして最上位が特等という形になるが、こたび参ってくれたこの床安殿はなんとその元特等ということです。おお、なかなかな、力士たちも床安殿にお願いしたいと思ってもなかなか言ってもらえないぐらい。さようでございます。そうなんじゃ、貴重な方なんじゃ。この度はそれをここで見れるという形であるゆえに、ぜひに皆も良い経験として目に焼き付けていただきたいと思う。さようでございますね。では準備の方は大丈夫そうですか。大丈夫です。さあでは準備もできたそうなので早速実演とお願いいたします。普通は大体30分前後なんですけど、急いでやると25分ぐらい、今日は少しゆっくりとやって皆さんに見ていただこうかなと思っております。じっくり見ていただこうと。ありがとうございます。この工程というものもいろいろあると思うのですけれども、はいはい、何工程ぐらいあるのですか。結構ありますね。